はい、どうもこんにちは。石川県金沢市は日本酒の消費量全国3位です。はい、今日なんですけれども、今石川県金沢市の椎の木迎賓館の方に来ております。今日ここで竹マルシェ2022石川の地酒と美食の祭典がやってます。一応入り口では検温などやっておりまして、4000円払えば22枚つづりのチケットが当たるという形になっております。まずグラスの引き換え所があるので、そこ行っていきたいと思います。とりあえず最後尾で並びましょう。じゃあまた時飛ばす。会場の図ですね。飲食店ブースがこんな感じでありまして、酒蔵のブースがこんな感じであります。はい、結構広いんで、今年の酒蔵で3年ぶりの開催ということで、とりあえずじゃあ楽しみたいと思います。あそこに司会者の的場さんがいらっしゃいます。はい、兼六園ら辺の方にいるんですけど、グラス引き換えしてきました。でこのグラスを持って各酒蔵さんのところ並んでお酒をいただくという流れらしいです。じゃあ早速一杯飲みたいと思います。レディゴいいですか。加賀飛びの金沢限定のやつ。金沢限定、はい、じゃあ2枚になります。はい、あ、じゃあはい、入れますね。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ加賀飛びの山灰純米吟醸金沢限定いただきます。うまっ、これめっちゃうまい。結構もうすっきりしてうまいっすね、これ。ありがとうございます。甘酒っぽいんですか。あ、そうです。濁りなんですが、甘さが残ってる間に少し菌が弱るくらいの弱いような菌なんですが、こんな色も綺麗です。そうです、あの初め白い濁り酒なんですが、発酵中にこのピンク色を作り出していくっていう珍しい、甘い濁りとか。ありがとうございます。甘酒みたい。花おぼろいただきます。中島酒造さんの花おぼろ。あー、甘酒だ。美味しい。後味がなんか女性が好きそうな後味。日本酒って感じじゃないね。でも優しい日本酒やね。もろみも結構おしゃれな。あ、こっちが春ごころ。これ全部カルゴクロの中のこれが定番なんです。ちょっと猫ラーメンの純米吟醸。こっちは兼六園の八重桜の方が純米吟醸。おとついにピンチにしたばっかりの秋上がりになります。秋上がりで。スッキリ飲みたかったらこれですね。あ、スッキリ気をつけたらこっちが。純米吟醸もろみ。西出酒造さん。あ、かわいいね、これも。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、あと西出酒造さんの春ごころ純米吟醸もろみいただきます。お
菊姫か。菊姫の吟醸これですね。はい、はい、わかりました。お願いします。はい、北陸限定なの。北陸限定です。じゃあ東京とかないんですか。ないですね。ありがとうございます。いただきます。吟醸いただきます。お、めっちゃさっぱり。ねえ、うまい。飲んでよかった。水。あ、これ水だ。はい、うまい。気になるな。松浦酒造獅の里。今気になってるのが秋上がりの超辛純米。お願いします。超辛純米。超辛純米で、はい、はい、ありがとうございます。秋上がりって最近できたんですか。秋上がりはそうですね、秋に出してちょっと熟成させて味を深み出して、はい、じゃあいただきます。ありがとうございます。じゃあ松浦酒造さんの秋上がり超辛純米いただきます。おー、あ、なんか後から違う味わいが出てくる。ちょうど邪魔かな。もちあっち行くか。なんかね、不思議な味わい。後からなんかこん、うまい。超辛口だけどもっと辛くてもいいかもしれないですね。筑波やっぱ人気やな。和馬酒造の筑波。あ、俺前飲んだの100万石の白大吟醸404の数量限定ハテナの10。気になるな。10でもいったらきついか、やりすぎか。けど数量限定やな。10いこう。10のやつと、はい、10のやつと4のやつと、はい、じゃあグラス置いてください。どっち10入れましょう。じゃあ僕10、はい、10のやつ100万石の白です。ありがとうございます。パテのやつ、はい、こういったお酒になってまして、はい、ビルという、聞いたことある。平成8年のご確認になっております。すごい。グララベルがこのようになってまして、アルコール度数が17度、精米が 40% で、低温調合してますので、落ち着した味わいで飲みやすいお酒になってるかと思います。わかりました。ゆっくり味わってみてください。わかりました。じゃあ今話が上がった10のやつ、ポケット、あとはお手持ちのお金、今一度ご確認ください。スマートフォン落としたという方、お心当たりの方いらっしゃいましたら、ホームテントでお預かりしておりますので、どうぞお越しください。これは大吟醸。そして皆様、竹丸家のビールとお手元にございますか。竹丸家の麹でております、まあ、逆にやっぱこういう酒が価値があるねんな。だから俺らの下がまだまだお子様なんかもしれない。ビレ今飲んでるんですけど、やっぱ高いお酒っていうのが分からんすよ。僕にはまだお子様です。まだまだ精進しなきゃ。ああ、まずい。これ言ったら絶対叩かれるわ。まずくは、まあ、うん、自分の口に合わないってだけで、うん、まずくはないんですけど、苦手。うん。あとまあ、酒屋さんによってちゃんと冷えてるお酒と常温っぽい酒とあって、そこがちょっとどうしても、冷酒は慣れとるんですけど常温が慣れてないんで、やっぱ酔いやすいですね。で一応あの酔わんためにこういう酒蔵の水、これは1マルシェで買えたんで、飲みながらやっております。まあ見ての通りすんごい人が多いんで、
座の中すがすがしく飲みたいと思います。じゃあまたいっぱいお酒飲むんで時飛ばす。いやー、的場先生は神対応ですね。あれはでも内緒って言われたから内緒にしとかなあかんね、うん、この今のトークは使うけど、いやー、的場さんは相変わらず綺麗でしたね。UFO、 こっちもなんかおもろいな。鶴の酒造店の母バージョン、娘バージョン、奥の都庁から口、あれなんていうのかな、昇る雷、トライ、奥の都の庁から口の トライって言うんですか、トライ、はい、トライの母と娘、娘いきます。で娘こっちで、あ、娘こっちで、はい、色がついてます。へえー、あー濃い。そうそうそう、ありがとうございます。はい、じゃあ母と娘で、また今度頑張ります。はい、ありがとうございます。じゃあまず私母飲みます。流行りはちょっと甘い。お、なんかまた珍しい味わい。後味はそんなに悪くない。でちょっと娘もらいます。これ娘、めあ、娘の方がスッといくね。母はちょっと癖はある。奥野と超辛口トライ母バー娘バーがあるんですけど、うん、まあ初心者は娘バーです。俺母バーでもいける。うまい。いろんなねお店やってるけど、ちょうど今12時超えたんですごい行列なんですよね。あ、マスとか売ってんねや、エプロンとか。あ、うん、まだ。このシャツすごいね。めっちゃ石川県って感じ。これ何？あ、ピンバッジ。あ、酒マルシェ。これはおもろいな。これもなんかリアルや。なんて書いてる？加賀の月やこれ。っていうグッズが販売しております。グラス1個引き換え券持っていきまーす。お願いします。はい、ありがとうございます。はい、こちらお返しします。はい、グラスです。はい、どうぞ。グラスもらってます。はい、八谷志蔵さん、前田利家校の大吟醸。はい、大吟醸、はい、40章になります。はい、はい、はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、どうも、ありがとうございます。前田利家校の大吟醸八谷志蔵さん、ゲットしました。おー、武将って感じで強い感じがします。あ、強いわこれ、強い。あの黒いやつ気になる。40世、これ名前は、これシルクノートです。シルクノート、純米大吟醸。ほうほうほう。じゃあこれ一つ。はい、ありがとうございます。はい、あ、どうもありがとうございます。草原酒造の純米大吟醸シルクノート、いただきます。あー、間違いないわ。うまいわ。どうなあ、うまいな。間違いないわ。普通1768年って書いてある。もう200年ぐらい、もっとか、250、60年ぐらいいくんちゃうか。だってラベルがかっこよかったもん。
いわ。お水お願いします。はい、お水をお願いします。いただきます。2枚、2マルシェ。冷やおろし。ありがとうございます。はい、どうぞ。ありがとうございます。山田錦の冷やおろし。いただきます。しとやかにズンとくるの。秋の冷やおろしって感じや。これはね、表現むずいな。でもちょっとフルーティーな味わいが入ってからの、まあ、飲みやすい日本酒のジャンルですね。もう終盤に来ていろいろ回ってると和馬酒造の筑波販売しちゃったらしい。十マルシェ。いやー、はてなはてな酒は皆さん気になる内容ですからね。はい、どうもありがとうございました。はい、久世酒造さんの土地純米冷やおろしいただきます。いや、これはうまい。シャタ酒造さん、天狗米。五輪の純米大吟醸。五輪純大ですね。はい、ありがとうございます。お願いします。はい、失礼します。はい、どうも、ありがとうございました。シャタ酒造さん、五輪の純米大吟醸。いただきます。後味がないかも。酒って感じがしないわ。女性は飲みやすいかもしれない。なんか後でクッとくるのはない。冷えてたらもっとうまいな。しゃあないけどな、これ。うまい。100万石の城。はい、100万石の城になります。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。吉田酒造さん、吉田蔵の百万石の城、いただきます。うん、待って、もうなんか冷たい時点でうまいよ。そこみたいな。あー、フルーティー系、多分女性大好きよ。最後、吉田酒造さんの吉田から100万石の城を飲んでます。あー、喉越しがいいっすね。さっぱり。うん、はい、じゃあちょっと酔っ払いで申し訳ないですけど、動画を見て石川県のお酒ぜひ飲んでみたいなと思った方はぜひチャンネル登録、いいね、よろしくお願いいたします。金沢市が日本酒の消費量都市でいうと3番目らしいので、確か2020年調べなんですけど、お酒が好きな金沢市ってことで、ぜひ皆さんまた飲んでください。じゃあバイバイ。今知り合いが通りました。はい、ということで、この動画いいなと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあバイ、次の動画まで。こんにちは。回してますけどいいですか。あ、そうなんですか。こんに
さすが、うわ嬉しい、ありがとうございます。いやいや、こちらこそ。あの、つかぬことをお伺いしますが、あそこに置いてあるやつは的場さんの好きなお酒ですか？あ、あれはね、映しちゃダメ。あ、じゃあ映さない。映しちゃダメ。じゃあ、内装。こっそりあそこで恨まるし、しようとしてるんで。そのいただいたんです。でも、なんか好きな銘柄とかそういうの。あれ、なんなんだろう。まあ、おすすめですみたいな。そう、あの、スパークリングどうぞって言っていただいて。スパークリング飲んだことないから。そうそう、私もないんですよ。スパークリング、多分いろいろあるのかな。あれは多分、シャタッシュドーさんの。はい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 。あ、なんか、なんか喋っててちょっと赤いかも。何何まで今、カズマ志望さんのハテナって書いてあって、ズーチケット、ズーマルシェがあったので、YouTube 的に回す。面白、さすが。やってます。さすがっすね。いや、でもカズマさんがさすがです。ハテナって書いてあって。確かに面白いです。なんか食べました？まだ。結構ね、行列になってる。ね、すごい。ギョロン島もちゃんと見れます。え、ありがとうございます。あのちゃんとあのブランコのとことかこう走ってちゃんと自分で撮ってますよ感をアピールしてる。はい、おっしゃってたやつやアピールしてる。いいえ、こちらこそ。またあの長いけど頑張ってください。もちろんです。じゃあ撮ろうか。お料理、お寿司と和食。キッチンカーやから。わ、すごいね。うなぎ70。うなぎも売ってるよ。うな丼クールで。あ、すごい、みんな。ここめっちゃ並んでるな。すごいな、全然なんなのこの差。ちょっと太った。こっちは丼やね。ケちゃんとゴミ箱もあります。こっち側もなんかあるんだよ。あ、こっちは検温所や。なるほどね。